はい、こんにちは、まとめです。今回の動画は2020年総括ということで、今年買ったものを紹介していこうかなと思います。普段はね、結構ユニクロ中心に紹介しているので僕の私物だったりあんまり紹介してこなかったんですけど、そのあたり、今年何買ったのかなっていうのをどんどん紹介していこうかなと思います。ただまあこれ事務所で撮影しておりまして、私物は自宅にあるのでなかなか物がないものとか多かったりするんですけど、まあ、写真出してってどんどん紹介していこうかなと思います。何からいきましょうか。買ったもの、何からいきましょう。さらっとじゃあユニクロとか、はい、ユニクロの私物的なのはまああのもういい、まあ一回でも、もう散々紹介したかもしれません。まあエアリズムコートなんちゃら T シャツとかハイブリッドダウンとかヒートテックコットンクルネック T シャツとかプラス J のチェスターコートとか、はい、そんな感じになってます。私物何からいこう、何カテゴリーからいこうか。でもちょっともうなんか思い出せないかも、いろいろ買いすぎててわけわからなくなってるんですよ正直。何も頭に出てこないっていう、はい、着てるものなら思い出せるかな実際に。何からいきますか。上からアウターから。アウターマジで何も何買ったっけ。そんなわけはない。ソーイのステンカラーコート。ソーイ僕の一番好きなブランドですね。ソーイ最近一番着てるのはソーイのステンカラーコートかも。かなりビッグシレンの普通のコート、普通のステンカラーコートなんですけど、まあ、パッと見普通のステンカラーコートなんですけど、なんかライナー部分にちょっとストールがついてたりとか、ちょっとわけわからない、内側だけわけわからないことになってるんですけど、パッと見は普通のビッグシレットのコート で見た目は素材感のなんていうの、表面の見た目はペラペラなんですよ。なのに実は全然違くて肉厚っていう、なんて言えばいいんだろう、秋冬感そんな感じさせない生地感なんですよね。オールシーズンっぽい生地感なんですけど、すごい肉厚の生地、実際は肉厚の生地になっていて、それちょっと面白かったり、まあ、一見普通なんだけど全然普通じゃないみたいなギミックが結構あるコートで、超気に入ってるかも。それは今年ブランドでしかないですよね。ブランドでもなかなか見かけないような感じのコートでしたね、ソーイの視点から。他は何着てるのあるっけ、コート。古着のボロボロのライナーコートとか来てますね。もうボロボロ中のボロボロなんですよ。YouTube で着たことあったかな。ちょっとあれ着ると印象悪いかなと思ってあんまり着てないんですけど、あの古着屋を運営してるんで毎月古着のピックに行ってるんですけど、その中でねライナーですごい気に入ったのがあって、ライナーって僕アイテムのカテゴリーとしてはそこまで好きじゃないんですけど、それだけもう相当気に入って個人買いして個人を出して、私物として着てるみたいな、かなり珍しいんじゃないかなと思います。これ写真ないか、そういえば写真が存在しないかもしれないけど、まあボロボロなんですよ。もうボロボロがいいということですか。ボロボロがいいボロボロがいいボロボロもういい。形がでもすごく良くて、形がすごく良かったかな。とにかくでかいイメージですね、古着のライナー。そうかもしれない。でもそんなでかくないかもしれない。あと後ろの襟がちょっと高いのかな。ノーカラーライナーだからノーカラーなんですけど、後ろ襟がちょっと高くて面白い形になっていますね。あれはあとリブも結構リブだけ色が入ってたりして、まあ、写真ないから何言ってんだって話になりそうですけど、まあ、とにかくいいライナーコートがありましたと。古着もおすすめですね。古着おすすめですね。古着探すの楽しいと思いますよ、はい、とてもいいと思います。あと何でしょうね。コートいきますか。まだまだ、あと今ちょっと秋冬の話ばかりになってしまいそうなんで、はい、春夏にちょっと目を向けると、春コートだとユハのコート買いましたね。チェスターコートなんですけど、もうラペルとかが何もかもものすごく下がってるっていう、あのゴージラインとかニッチがすごい下がっていて、とにかく全部のデザインが下に落とされたようなコートで、黒の普通のコートなんですけど、そのデザインだけちょっと特殊だっていうコートを意外と着てたかな。あれは結構着用してた気がしますね。薄手のやつですね。完全に 春用コートみたいな感じですね。秋っていうよりももう春ぐらいな感じのコートで、あとはあの、ジルサンダーのコートももしかしたら今年だったかな、買ったの去年だったかな、ギリギリ微妙なラインなんですけど、はい、買い物動画的なのに来てたりもしましたよね。あれがいつだったのか次第なんですけど、ちょっとネイビー調というかブルー調のツイードのコートで、あれはかなり気に入って今でも着てますね。すごく気に入ってますね。あれなんかセールかなんかで買ったんですよね、確かファミリーセールかなんかに行って購入したんですけど、うん、あれはかなり気に入ってますね。まあ、その感じで、はい、数点ありましたけど、はい、数点、はい。やっぱ一番目にするのは、はい、うちのブランドのコートですね。ですね、結局タイロッケンとモッツかな、はいはい、はまあ結構着てるかなと思いますね、うんうんうん、トレンチは今は着てないですけどね、はい
春夏でちょっと着てたんで、今年っていうくくりで言うと着てましたね。でも秋冬のことばっかりさっきから勝手に変換して考えてしまいますけど、はい、コートそんな感じかな、うん、ちょっと洋服から離れていいですか、はい、バッグはね、今年ね、すごい大物を買ったんですよ。フェンディのピー株を買ったというか、買わされたというか、もありました、はい、本当に全く買う気なかったのに買わなきゃいけなくなって買った。そう、動画にすらなってないんですよ。ひどいですよね。100万円使うまで帰れまてんみたいな、なんかよくわかんないのが集合した後に決められて、はい、それも勝手にツイッターで告知もされて、やばい。でもなんか、一応頑張ろうと思って買ってて、気づいたらもう一人の人は買ってなくてみたいな。でそのピーカブも欲しくて買ったっていうか、もう行ったらでもね、欲しいのがあったんですよ。これはまあ普通に欲しいから、まあ、高いけど買おうと思ってたのが、一つ前の人が買ってしまってなくなっちゃって、タッチの差でそれもなんか世界限定11個って言ってたかな、うん、でもう手に入らないみたいに言われて、泣く泣く買ったのがあのピーカブ。泣く買った、はい、でも結果超気に入って使ってるんでまあこれは本当に良かったなって思ってます。よく持ってますもんね。よく持ってますね。重いのに持ってるんで相当気に入ってます。そうなんですね。ちょっと垂れるようなデザインになっていて、すごくいいなって思ってます。縦型等々ではピーカブ気に入ってますね。あとは、ミニバッグだと、ディオールの、ロールバッグですね。ドラムバッグ、白のやつなんですけど、ダニエル・アーシャムコラボ、ユニクロともコラボしたんでご存知の方も多いかもしれませんが、アーシャムが好きなのでアーシャムコラボの買わせていただきました。一番もしかしたら今年使ったバッグかもかな、はい、どうかなぐらいのバッグですね。すごく気に入ってます。どんなデザインでしたっけ。なんかもう普通 のロールバッグなんですけど、白のそこに、ディオールの DIOR って入っていて、それがちょっと朽ち果てたみたいなデザインになっているっていう、写真見ればわかるかなと思います。もしかしたら動画にもしてるかな。そうですね、はい、その後非公開にしたかもしれないですけど伸びなさすぎて過去を消したかもしれませんが、一度は確実に撮って公開してるかなと思います。あとはバッグつながりでちょっと変わって言うと、マルジェラの、ミニウォレットとか、チェーンのミニウォレットとか、あとロエベの財布とか買って、特にロエベの財布はかなり気に入りましたね。最高に気に入ったかも。今年トップクラスで気に入った、アイテムの一つかな、ロエベの財布は、買ってよかったと思いました。これはかなりちゃんと毎日使ってます。とてもおすすめです。しかもぜひ、もうこの動画公開される頃にはクリスマス終えてるかもしれないんで、何でしょうね、自分へのお年玉的なちょっと無理やりだったかもしれないですけどとしてでもぜひかなりおすすめです。そんな高くはないですよね。いや高かったかもしれない。忘れ8万とかかな、ね、だったかな、6万とかだったかな、そんぐらいだ。10万円はいってなかったかなと思います。まあまあ高いかな。ご褒美にいいんじゃないかなと思います。ミニウォレットって使ったら便利ですよね。そう、嘘、ミニオレット使いにくいよ結局結局長財布でしょ。ちょっといい感じのって言おうと思う。いやかっこいいから使うけど、やっぱ入んねえなっていう。正直そう、正直になってもう領収書とかいっぱい入れてるとパーンって開くんですよ。閉じなくなっちゃうんですよ。そんな言うほど入れてないのにみたいな。それはちょっと、あとなんといっても小銭は取れないですね。もうなんでやっぱカード主体で行くしかない。ミニオレットはそういう人にはいいかも。でもちょっと無理してでも使いたくなるぐらいミニオレットハマってるんでおすすめしたいなって思います。はい、あとはバッグ系って何か買ってたっけ。バッグ系、なんか買ってたっけって、買ってるとは思うんですけど使ってるのなんだろう。ないか。あー、岸田美希のトートバッグとか、はい、超巨大トートバッグみたいなね、キャンバスのトートバッグとか、まあちょくちょく、特に今秋冬になってきたんで使ってるかな。ロングコートに合わせると可愛いですね。ちょっと肩掛けとかしたりしてかなり巨大なんでロングコートと合うかなと思ってます。あとは自分で買ったわけではないんですけど、YouTuber、ファッション YouTuber MB さんからいただいた、マルジェラの、ミニリュック型のショルダーのバッグ、ミニショルダーバッグっていうのか、もかなり使ってるかな。特に秋冬になってから使用頻度がかなり増えてきたんで、あれもまあ今年自分で買ってないからちょっと動画の趣旨から外れてしまうかもしれませんが、いやじゃあ自分で買ったっていうと逆にあげたもの、今年のエミさんの誕生日にあげたのは、バーバリーの、バッグをプレゼントしました。一緒に買い物に行って、その時にロエベの財布買ったんですよね。僕たまたまちょっとロエベ入った時に自分のものを買ってしまうっていう
そのあたりかな、バッグ買ったのは。はい、じゃあ次は、はい、シャツ、シャツ限定、シャツは大好きですね。一番かな、洋服の中では多分。一番好きなのはシャツですし、はい、着用機会が一番多いのもおそらくシャツかなと思います。春秋はもちろんですし、夏も限界までシャツ着ますし、冬も割とずっと着てるんで、シャツは本当好きですね。でシャツか、シャツ何着てたか。春夏はあのナンバーのストライプシャツをすごく着てましたね。買い物動画とかあの社内のね動画とかで着てるんで、私物で着てるって分かると思うんですけど、ナンバーのストライプシャツは本当に春夏でおそらく2番目に着たシャツ、ストライプシャツですね。1番目は普通に自分で作ったし、普通の無地の白シャツやっぱ使いやすいじゃないですか。でシワにもならないんでヘビロテしがちで、あれはとにかくオールシーズン通して着てるんで、それは1番かもしれないですけど、ストライプシャツかなり気に入って着てましたね。ネイビーのやつです。ネイビーのストライプシャツで、今年あのコラボもさせていただいて、秋冬に発売もしたやつなんですけど、あれは本当に気に入って着用しております。1年目さん、ありがとうございます。秋冬はジルサンダーのシャツが多かったかな。ウールのシャツ、グレーのウールのシャツを着て、それはまあ割と多かったかもしれないです。動画で何回か着用して、1回か2回しか着用してないかもしれないんですけど、その1、2回でだいぶ反響があって、どこのですかっていう連絡がねかなり来たんですよね。あれは結構動画映えしたのかなと思います。なので、まあ、グレーのシャツってあんまり買えるところがない、まあ、そもそも売ってないと思うんで、ウールのシャツなんですけど、まあ、すごい綺麗なんですよ。トロントロンっていうか、なんかもう、まあ、あのジルサンダーのシャツって感じですね。あのいつものシャツなんで、ジルサンダー好きな人なら、まあ、結構持ってる人も多いかなっていう感じです。じゃあ、はい、トップスつながりでニット、はい、今年ニットは、はい、もしかしたらユニクロのスフレヤン、アンダーソンコラボのスフレヤンが一番着てる可能性があるかな。そうですね、そのイメージが、うん、あとユニクロのニットポロシャツもかなり着てるんで、二強の可能性ありますね、今年は。昨年も何気にニットはユニクロの 3D プレミアムラムモックネックセーター着てたんで、なんか毎年ユニクロニット着てるのかもしれない、こうやって思い返すと。まあ、あと古着のニットとかも多かったかな。割と新品のブランドでニットってあんまり買わない方かも。とはいえ何着も買ってますけど。本当はあるんですよ本当はあるんだけど、買ってはいますね。まあ着なかったり開けなかったり、段ボールから開けないってすごいですね。なんかもう買うのが仕事みたいなのがかなりあるんで、もう本当に訳が分からなくなってきてしまって、完全に自分が何を買ったのか同じものを買うことも結構ありまして、あえてではなく、いやそれも分かんなくなるじゃん、これ買ったっけみたいな、結局買わなかったんだっけみたいな、もう訳分からなくて本当に大変なんですけど、ニットは割とユニクロのを着用してることが今回は多かったかもしれないです。あれだったりするからすごい楽ですね。楽ですね。あとブランドのニットマジで高い。そう、なんかケアも気使うし、本当にすごい値段してくるんで、まあ、ローゲージの表情のあるニットなんて買おうとしたら、みたいなルイベの財布ぐらいしますよ、普通に。そんなバカなみたいな。ニット高いっすね。ニットは高いんですよ。ユニクロはめちゃくちゃ安くていいもの出してくれるんで、はい、ついついそっち行きがち、うん、それはユニクロだなっちゃいますよね。じゃあ次何行きましょうかね。次じゃあなんか違うの、洋服じゃなくてアクセ行きましょうか。アクセは買ってないかもしれない。買ってない。今年は僕ずっとトムウッドつけてて、うんうん、未だに飽きないんで、はい、何年2017ぐらいから、もしかしたら、ね、多分日本に展開された時からトムウッド使ってると思うんで、はい、もうそれが気に入りすぎてて、あとはあの職人さんにお願いしてオーダーで作ったアクセとかつけたりしてますけど、それぐらいかな、まあ、自分自社のばっかりつけてるかもしれないです。アクセはトムウッド買いましたよ。あ、買いました、忘れてましたよ。アクセ買った、一つ買っていただきました。あれはなんでだ、引っ越し祝いだ引っ越し祝いにトムウッドのリングを買ったかな。それぐらいかもしれないですね。アクセ意外と好きだけど買ってないかもしれないですね。もう作るようになってしまったんで、アクセは。大丈夫、トムウッドは本当に好きです。あ、でもなんかね、エルメスのヴィンテージとかね、ちょっと欲しいよね。ただちょっとね、高すぎてちょっときつい。多分でもつけないんじゃないかなって不安があるから買えないんですよ。やめましょう。はい、本当それが怖くて。次何行こうか。次は
いきますか、はい、靴は結構紹介してるかも。そうですね、バッグと靴とアクセがすごい好きなんで、小物が好きなんですよ、はい、紹介しやすいのは靴だったりするんで、 YouTube でも再生数いかないのに靴の紹介だけはしてるみたいな、結構繰り返しやってると思うんですけど、アホみたいに本当に無駄だと思うんですけど、靴は結構買ってまして、出してるのからいきましょうか、はい、エアマックスのシルバーとか、はい、これはもしかしたら一番履いたかな、今年1番か2番か3番かぐらいに入ってると思うんですけど、しかもねこれは買ってくれた人もすごく多くて、はい、視聴者さんからの購入欲がすごく多かったです、でもう買えなくなってしまったって人から、シルバーの他のおすすめありませんかっていうのも、女もすごい何回も来たぐらい、みんなシルバースニーカーにハマってくれたかなと思って嬉しい。意外と使いやすいんですよ、黒のパンツとの相性がいいんで、すごくおすすめなんですけど、なかなかいいシルバースニーカーっていうのも見つからなかったりもするんで、なんかいいの出た時にもう一回紹介したいなと思います。スニーカーで言うと何でしょうね、まあニューバランスは普通に、まあでもこれも紹介してるからあれか、紹介してないの、してないの、 OAMC は紹介した、あスニーカー洗ってみたで、スニーカー洗ってみたっていう、多分僕のチャンネルで公開されてる動画の中で最も再生数が低い動画があるんですけど、そこに現れてるのが OAMC のスニーカーかOAMC のなんか検証したんですよね、スニーカーラボさんかなっていう、なんかスニーカー製のクリーナー出してるブランドがありまして、それでまあ実際どれくらい落ちるのか検証みたいな、結論落ちなかったみたいな動画で、もう本当に出すの怖かったんですけど、まあ、動画出したところ、数日後かな、スニーカーラボさんにフォローされまして、もう無言のプレッシャーを受けて、もう怖くて何もできなくなったみたいな感じなんですが、いやーマジでやばいと思ったの時、怖くてしょうがなくて、何回もフォローされたインスタチェックして、やばい怒られる怒られるみたいな動画消そうかなみたいな再生数もいかないし何もいいことがなかったっていう、もうやんないです、もうやんないですとか、 OAMC 気に入ったな。その前は、リプロダクションオブファウンドの白スニーカーかなり履いてましたね、ジャーマンですね、ジャーマン、ダットジャーマントレーナーみたいな感じのアイテムで、うん、気に入りましたね、あれも相当気に入ってて、ただしリプロダクションの方は履き口がすごく硬くて、履く時がもうものすごく大変、やばい、あんな硬いスニーカー今までなくて、僕履いたこと本当に履けないぐらい、特に最初は、今ようやく馴染んできたかなって感じ。すごい時間かかりますね。時間かかります。OAMC の方は歩き心地があまりにも悪くて、もうなんか重心が外側外側行くんですよ。何これみたいな、歩いてて足がぶっ壊れるっていう。サイズは合ってるんですよ、あれは。あれは合ってるんです。エアマックスは履きやすい。それに比べてニューバランスなんて極上ですよ、そう考えると。やっぱり履き心地違ったりするな。スニーカーだった後のコラボものとかも買いましてですね、紹介してないか、ナイキとギャルソンのコラボのエアフォースとか、あとはサカイのね、ナイキとサカイのコラボとか、購入しております。実は紹介したかな、してないかな、わかんないですけど、出してないですかね。サカイの方は二重になってるやつですね、シュータンとか二重になっていたりとか、するやつなんですけど、まあそんなに履きやすくはないですね、それも普通にかっこいい、ただ見た目がデザイン抜群ですね。でもあのなんか履いてた時シュータンが消えたみたいな事件があって、割れましたよね、あれは。シュータン2つついてるんですよ、写真でわかると思うんですけど、履いてたのあれタンが1つしかないみたいな、消えたみたいな話があって、あれはなんか物の見事にものすごく綺麗に隠れてて意味ないじゃんみたいな、このデザイン見つかんなかったよね、あの時。どういうことって思って、あれ超焦りました、あの時。買ったばっかなのにタン消えたと思って、奇跡だったな。スニーカーはそんな感じかな。革靴で気に入ったのはディオールかな。気に入りましたね。あのディオールのロゴがね、革靴にくっついてるっていうちょっと変わった。でもディオールってもうなんか超成功した、僕みたいな底辺 YouTuber じゃない、もうすごい YouTuber が選びそうなね選びそうなこの底辺 YouTuber が履いちゃいけないようなね、ディオールっていう靴がありま、ディオールの靴がありまして、それは相当気に入ってるかも。かっこいいっすね。あれはめちゃくちゃいいですね。はい、なんか合わせづらいみたいな、ちょっと主張強すぎるし、なんかちょっといやらしいしってあるんですけど、なんかあれはすごく気に入ってて、上品だし、上品なんですよね。そのディオールがね、ちょっと 白とシルバーっぽい色で入ってて、それがすごく可愛くて、そのバキバキな感じしなくてちょうどいいっていう、あれは本当気に入ってますね。今年一番気に入ったかな、もしかしたら。あ、でも OMC のスニーカーかな、悩みますけど。でもエアマックスも
よかった、悩む。そのあたりがすごく気に入りました。あとはバレンティノの革靴も買って、フラワープリントの革靴で、黒の革靴なんですけど、あの表面にね、あのアッパー部分にフラワーのプリントが入っていて、ちょっと今年らしいというかトレンドライクな一足だなと思って購入しました。ダット革靴ですね。ちょっとボリュームのあるやつですね。装飾性のあるフラワープリントも入っていて、本当に今年っぽいアイテムかなって。でもちょっとディオール気に入りすぎて、同じ黒の革靴なんで履く頻度はちょっと減っているかもしれないです。あとなんか今年買ったもので私物っていうわけではないんですけど、あのオールスターのクップ紹介したんですよ、なんかオールスターの動画で。あんまり動画再生数伸びてないんですけど、最高級のおすすめなんでちょっとチェックしてほしい。知らない人がねものすごく多いんですよ、オールスターのクップっていう。ですごくいい白スニーカーがあるんで、本当にいいんですよ。コモンプロジェクト欲しいけど高くて買えないなんて人はもう絶対に見た方がいいです。相当高いです。でもめちゃくちゃかっこいいよね。でもコンバースでそれがほぼそんなものが買えたりするんで、この動画がね伸ばせなかったことはちょっと悔やまれる。ヒットさせたかった、ね、これはマジでみんなに買ってほしいと思ってて、はい、正直スタンスミスじゃなくてそっちでって思う気持ちもあるんで、同じぐらいなんですよね。でもちょっとすごいクオリティ高いんで、はい、もうすごくかっこいい。ちょっとクップちょっと検索か、あの僕の動画見てもらえると、概要欄にリンクをね貼っていただけますか、はい、あ貼っていただけるそうなんで、そちらからぜひ見ていただけると嬉しいです、はい、スニーカーそんな感じかな。じゃあ次何行きましょうか。シャツやってニットもやって T シャツとかかな、はい、T シャツはでもやっぱユニクロのこれかも。そうです、それですね、これ。あでもあれかなり来た、ディスカバーなの。後ろのね背面にプリントが入ってる、でかいプリントが入ってるシャツで、シルエットもめちゃくちゃでかい半袖 T シャツなんだけど、もう半袖というかもう5分袖超えたぐらいの袖のね T シャツで、これも多分ビッグシルエット慣れてない人からすると十分大きいって感じだと思うんですけど、まあこんなもんじゃないですね。全然桁違いにでかい T シャツで、後ろ背中上にプリントがっつり入ってるっていう、これはもうそっちのが来たかな、こっちのが来たか、でも回数で言うとこっちかもしれないですね。でもやっぱ着てる人もやっぱりこれ多かったんで、まあ一番気に入ったらディスカバードかもしれない。かっこいいですね。あのでかいプリントでも表と違って後ろにやるとちょっと主張が抑えられて、そのデザイン強すぎるって感じにもなんないんで結構おすすめです。あとディスカバードつながりでいうとマスクコード超ヘビロテ、ディスカバードさんのマスクコードをねヘビロテというか毎日使ってます。ヘビロテを超えて365日使うんじゃないかってぐらい、マスク毎日使うん でマスクコードないと もう生活できない体になってしまった。必須じゃない、そう使うまでは絶対別に必要ないと思ってたんですけど、使ったらもう抜け出せなくて、めちゃくちゃ便利なんですよ。とにかく便利で、便利なだけだと思ってたらアクセサリーとしての効果が非常に高い。もうここね顔周りに来るじゃないですか、マスクコードって。でシルバーとかだと結構ね十分主張があって、ピアスとかなんか職業とかでつけられない人も多いと思うんですけど、マスクコードが意外と耳周りのアクセとしても機能してくれるんで、これはマジで必要ですね。ということで今作っております、マスクコードコラボでディスカバードさんと作成しているので、ぜひ楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。いつ発売ですかっていう声がね止まらないんですよ。これはすごい反響をいただいておりまして、とても楽しみですが、正直ね本当に必須だと思うんで、マスクコード発売前に他で買ってしまってもいいかもしれない。今すぐマスクコード手に入れてほしいです、みんなに。そんな高くないですもんね。そうなんですよ、多分安いとこなら本当に1000円もしかしたらしないのかな、全然ブランドとかじゃなければ、でもさすがにチープなものが多いと思うんで、もうちょっとだけお金出して、まあ、例えば2000円とか出すとそこそこなもの買えると思うんで、あの分かんないですけど、すごく高くても7、8000円とかかなで買えると思うん で毎日使うんで結構投資してもいいんじゃないかなと思います。マスクコードとして考えるとちょっと高いなって思うと思うんですけど、例えばねもしも分かんないですけど1万円するものがあったとしても、ちょっとアクセサリーとしても使えるんで、あの装飾品としての効果も備わっていますし、365日使うのであれば高くないですね。これは本当買っていいんじゃないかなと思います。あとは、まあ、マスクもそうですね、
今年はやっぱりマスクが必要になって、ファッションアイテムとしてももう普通にね、あらゆるブランドがマスク発売してるぐらいなんで、すごく認知されているアイテムとなって、まあ、例えば黒マスクとか、はい、もう1年前までだったら黒マスクってそんなに市民権を得てなかったと思うんですよ。もう本当に少なくて、まあ、渋谷とかには結構いる、まあ、韓国系ファッションとかだったら使うぐらいの認識だったと思うんですけども、普通の人が黒マスク使うようになったってぐらい、価値観の変動があった1年だなと思いまして、僕も黒マスクをつけるようになって、しかもかなり気に入ってつけてて、あのアイアンマスクかジャスターマスクっていうブランドのものなんですけど、それはすごくマスクとしておすすめなんで、マスクまだなんかちょっといいもの持ってないって人はちょっとジャスターマスク、ぜひぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。そちらもオリジナルで今制作中です。あとコラボでもあのユナイテッドアールドさんとコラボでもそのマスクも作っていたりするんで、オリジナルとコラボ両方ちょっと楽しみにお待ちいただけると嬉しいなと思います。続きまして何行きましょうか。洋服なんか行きたいけど、その他トップスみたいな、その他トップスみたいに、でもニットポロも言っちゃったし、なんだろう、その他トップスで着てたのよく、シャツ着ちゃうからな、とにかく。シャツって1枚で完結しちゃいますもんね。そうなんですよね。あ、パーカー、ユニクロのレディースのパーカーすごく着てましたね。人気企画のなんかメンズでも着れるユニクロレディースおすすめアイテムみたいなの紹介したんですけど、そこで1位かな2位かなにしたのがパーカーで、それは相当着てました。最近さすがに着なくなったってぐらいはずっと着てたかもしれない。パーカー、あとなんか着てるの、そもそもカテゴリーとして話してないのなんだろう。ロンティーはユニクロ U のヒートテックコットンクルネックティー、まあ、でもそれよりも自分で作ったやつ着てるかな。ロンティーはこう考えると意外とユニクロ着てるかもしれない。ちゃんとよかった。ユニクロすごい買って紹介して着てないからすごい怒られるんですよ。怒んないで。それちょっとおすすめ、みんなにおすすめなのと自分で着たのやっぱ別だったりするんで、でもちょっと冷静に振り返ると意外と着てたんでよかったなって思いました。ないかな、あとトップス系って話してないの。ブルゾン系、鬼塚のジャージとかかな、よく着てたの。ちょっと糸が垂れたようなジャージとか、ヨーク、ああヨークス、あ、ものすごく着てましたね、ヨークのブルゾン。あのちょっとダブルブレストっぽい、ちょっとすごいシンプルな、説明しづらいな、ちょっと写真見た方が分かりやすいと思うんですけど、黒の結構ラフなね、ちょっとジャケットを崩したみたいなデザインの、まあ、シャツジャケットみたいなやつなんですけど、動画ではそんなに着てないのかな。あのね、声優の白井さんとねコラボの YouTube ライブの時に着てたことだけはすごい覚えてるんですけど、それで着たら多分初めてその時出したんですけど、コメントでヨークですかって言われて、なんでそんなすぐ分かるのみたいな、超すごいと思ってとかはありますね。あれは今パッと出てこなかったのが申し訳ないぐらいすごく着てました。一番着た系アウターですね、間違いないかも。それは間違いなく一番かも。すごくいいですね、傑作中の傑作だと思ってて、はい、なんだろう、かっちりしてるけどラフさもあって素材感も良くて、コーデも簡単だし、かなり薄いんで着用がね、意外とコーディネート次第で着用期間かなり長い、春夏秋いけるんですよ。着ちゃいますよ、もう本当最高ですね、あれは本当ヨーク最高。急にでもあれで本当にヨーク好きになって、でもヨーク一気にドーンと人気になったじゃないですか。だからなんか意外と持ってないなって思ってたんですけど、あれを買ってからはもうヨーク最高だなって本当思ってます。ヨーク意外と安くない？意外と安いです。そう、それもすごいと思ってて、そうですね、もっと高いかなって思ったら、そういう新進気鋭的なブランドって、意外とするなみたいなパターンあると思うんですけど、むしろ逆で意外と、優しいみたいな、ありがとうございますみたいな感じで、やっぱそのあたりも好きだったりします。じゃあ山崎さん、はい、一つだけ教えてください。2020年のベストバイ。ベストバイは、ベストバイ気になるな、わかるかな。いいですよ、トムウッドです。いやそれでもすごい嬉しいけど買ってないよね。すごい嬉しいけど買ってないよね。マジでいいと思います。してほしいですね、試着気軽にできるんで、もう本当に買わなきゃいけないとか思わないんで、とりあえず通してほしい。なんで今つけてないんだろう。本当だ、今そこにあるんですけど、つけてない。ちょっと、なぜか外して撮影してた。本当におすすめです。僕も3年ぐらいつけてるんじゃない、2017年に確かね日本上陸したと思うんですよね、ノルウェーのブランドで。3年前確か、ちょっとあやふやですけど、その時に確か買って、
普及し続けてるんで、トムット僕は。お、本当に多くの人が買ったと思います。もうずっと紹介して連絡もよく来るんで、あの買いましたっていう。まだまだ普及させたいトムット。あ、ちなみに洋服もすごいんで、トムットは。そうなんですよ。ちょっとアパレルもね、楽しみにしてください。特にやっぱラルベカイトかな、おすすめは。はい、山崎さんのは何でしたっけ。タイガーアイにしたのか。そうですね、結構いろんな種類あるんですよ、トムットも。うん、石なしもあるし、なんかあの空いてるのもあるし、これがなんかこんなに大きくごつくなくて、結構3分の1ぐらいのサイズのもあったりして、細いのもあったり。あとあれですね、僕のチャンネルで知った人とか結構メンズなのかなって思うかもしれないんですけど、まあ、圧倒的におそらくレディースの方が売れてるんじゃないかなと思うんで、もともとメンズはほぼあんまり見なかったぐらいなんで、最初なんかアパレル系の女の子とかがつけてる感じかな、貯金してなんとか頑張って買うみたいなイメージだったんで、もともとは海外セレブとかかな、がまあから来たものだと思うんですけど、なんか女性のプレゼントにもありですし、まあ普通に多分僕の YouTube チャンネル、多分じゃないな、視聴者層が 10% ちょいが女性なんで、女性の方でも普通に自分に買うのもいいんじゃないかなって思います。トムットすごく可愛いです。このチャンネルで、はい、お前中目黒買い物動画、はい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 、前編後編に分けてね、はい、とある例の M 丸さん、うん、M なんとかさんと、そこで、ね、はい、結構買ってましたよ、買い物動画めっちゃ買ったの、めっちゃ煽られて、それ買うべきでしょみたいな、超煽られて買ったんですよ、めちゃくちゃ。マジで着てないんですよ。全然着てないとかじゃないな、もう YouTube ライブで販売しちゃった。この前ね、あの LINE 限定 YouTube ライブというものを実はやりまして、はい、そこで結構格安私物販売をしたんですけど、まあ、1回も着てない洋服、そのブランドたちをね、放出していたんで、もうなくなりましたね。何のために買ったんだっていう。動画のためでしょう。YouTuber だ。まあ、なお再生数は悪かったという。大赤字ってレベルじゃないぐらいの赤字をかましましたね。きついな。もうなんか買い物動画、しかもね、買わないとめっちゃ低評価食らうんですよ。だからもうやらないことにして。これ意味ないと判断して、怒られるだけだから辛いなと思って、買い物動画は今控えております。でまだあれかな、自宅に置いてある系の買ったものたちが控えてるんで、年始かな、年始に YouTube ライブで私物発売しようかなと思います。新品タグ付きかな、タグだけ切ってるかな、無駄に。まあ、タグ切る習性があるんですよ僕、あの買ったらすぐ着る前にね、でも着ないからみたいな、タグだけなくなっちゃうっていう、そういうの出していこうかなと思います。まあまた普通に YouTube ライブで発売すると、まあいろいろ問題が生じる可能性があるので、あの未入金とかすごい多くなってしまうんで、 LINE 限定かな、普通にやるかもしれないですけど、ちょっと悩みながら決めようかなと思います。そっちも楽しみにしてもらえると、多分この動画アップされて、1週間以内とかにもしかしたらやるかもしれないんで、ぜひ。あ、そうか、年末アップされるとしたら、まあ、もしかしたら数日後とかにやるかもしれないんで、そのあたりは何でしょうね、どこ見とけばいいのかな、登録しておくと飛びますかね、通知が、はい、YouTube 事前に何時にやるよみたいな告知が届くと思うんで、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。今年もありがとうございました。いや、これ最後の動画とは限らないか。ごめんなさい、間違えました。このチャンネル、分かんなくなって、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。